皆さんこんにちは、水越美里です。はい、本日のテーマはこちら、プレゼントにおすすめコスメ紹介ということでやっていきたいと思います。もうずっと前から結構リクエストをいただいてた企画ではあったんですけれども、価格別でいくつかご紹介していきます。結構本気で真剣に選んだので、ご参考にしていただけると嬉しいです。はい、それでは早速スタート。はい、ではまず3000以下のコスメからご紹介していきます。一つ目こちらです。ローラメルシエのシークレットブラーリングパウダーフォーアンダーアイズというものです。ちょっと汚いですね。フェイスパウダーの目元バージョンみたいな感じなんですけど、つけたとしても色が変わるわけではなく、ほぼ透明って感じのパウダーです。このパウダーをブラシとかで目の下に塗って使うんですけど、塗るとちょっとだけ目の下が明るくなる感じがあります。コンシーラーみたいに直接的にクマとかを隠すわけじゃないんですけど、光の反射でちょっとこの辺のどんよりした感じが飛んで見えるみたいなパウダーです。でプラスして、あとコンシーラーとか塗った後に上から重ねておくとすごくサラッとするので、メイクとかがにじみにくくなるっていうのも特徴としてあります。やると結構変わります。意外とパッと明るくなる感じもあって、なきゃないで別に困らないけど、あるといいなって思うのがこのコスメです。私もこれはもらったとかではなく、自分で買ってから使ってたんですけど、結構いいなと思って紹介しています。であと、意外とそのローラメルシエの中では有名な商品ではあるんですけど、目元専用のパウダーを自分のために自分で買うっていう人はそうそうは多くないと思うので、プレゼントとしてすごくおすすめです。でなおかつローラメルシエっていうブランド力はすごくあるので、もらった時の嬉しさはあると思います。ということでこれ一つおすすめです。結構ね、数用意してるんでサクサクいきますね。次が、こちらエレガンスクルーズのカラーフラッシュマスカラです。こんな感じで結構ね、明るめの茶色をしています。カラーマスカラです。実は今日使ってるのも今のマスカラです。結構ブラウンマスカラの中では茶色さが分かるマスカラだと思います。ブラウンのマスカラってカラーマスカラに入れるかどうかちょっと迷うところあると思うんですけど、この色だったら確実にカラーマスカラよりのブラウンマスカラだと思います。でエレガンスクルーズっていうブランド自体はエレガンスの妹的なポジションにあるブランドで、デパコスなんですけど、価格帯としては結構手の届きやすいお値段になっています。結構デパコスのマスカラを持ってる人って少ないかなと思うんですよ。っていうのと、あとカラーマスカラっていうもの自体も結構最近は割とこう普及はしてきてるかなと思うんですけど、意外と持ってない方は持ってないです。そういう意味ではちょっと普段使わないようなコスメをプレゼントできる、だけどブラウンで使いやすいみたいなところで、ちょっとおすすめさせていただきました。マスカラなのでサイズとしてもそんなに大きくないし、もらった時に重いなって思わない、なんか物理的にじゃなくて精神的にすごい嬉しいんだけど、あまり気負いせずに向こうももらうことができるかなと思います。マスカラだったらお互いのマスの関係性とか、なんでプレゼントあげるのかっていうのにもよるんですけど、気を使わせることなくプレゼントできるかなって思います。はい、一つちょっと注意点としては、コスメ自体ちょっとね、香りがついているので、まつげに使うからもう塗っちゃえば何も気にならないんですけど、もうその香り全般的結構気にしている方とかにあげる場合はちょっと注意した方がいいかもしれません。次はちょっと2つともコスメというかケア用品的なポジションのものなんですけど、イプサのザ・タイム・アール・デイ・エッセンス・スティックです。スティック状の美容液ですね。この間メイク直し動画でタイム・シークレットのスティック美容液紹介したんですけど、自分で使うんだったら正直私は値段も安いしタイムシークレットでいいかなと思うんですけど、プレゼントであげるってなったらイプサおすすめです。でも本当にこんな感じでスティックになってるんだけど、使い道としては美容液です。普通にスキンケアと一緒に美容液として使ってもいいんですけど、個人的におすすめなのは日中お直しコスメとして持ち歩いてメイク崩れた時に使ったり、乾燥が気になる時に保湿するために塗ったりっていうのがおすすめです。もう本当にメイクの上から使えるので、こういう感じでグリグリってゴリゴリって塗っちゃって大丈夫です。なのでイメージ的にはお直しに使えるようなアイテムなんですけど、もらったら確実に使うとは思うんですよ。だけど自分であえて買わないかなっていうアイテムです。これ自体はめちゃくちゃ有名なので、これの良さを知っている人は普通に持ってる方もいると思うんですけど、持ってる人にあげちゃったとしても多分なくなったらまたこれ使うと思うので、困ることは間違いなくないんじゃないかなと思います。はい、では次のアイテムいきます。機能性というよりかは結構見た目で選んだかなってとこもあります。
こちらまずラッピングされてる状態からご紹介していきます。こんな感じで私も実際買ってきたんですよ今回。またこれまず袋めちゃくちゃ可愛くないですか。メイクアップキッチンなんですけど、中もちょっとこういうクシャクシャみたいな紙とか入ってて、結構女子受けするような包装状態です。中身開けるとまたこういう感じで入ってて、デパコス の、 あの紙袋でもらっても多分嬉しいんですけど、これでもらってもめちゃくちゃ嬉しいです。可愛いから。こんな感じ。まず今のこの包装の可愛さで選んでるんですけど、トーンのアイラッシュセラムです。これ何回かね言ってるんですけど、動画でもトーンのコスメってめちゃくちゃパッケージ可愛いんですよ。だからもう包装もすごいいいけど、中開けても可愛いってテンションが上がると思います。このまつげ美容液自体はブラシというかチップタイプのまつげ美容液なんですけど、これ使ったからといってまつげがもうすっごい伸びるみたいな感じではちょっと違うんですけど、オーガニックコスメで肌にもすごく優しいとは思うので、人にあげるっていうのではちょっと安心できるかなというのと、あとまつげ美容液ってなんかもらって色味で扱えないなって思うこともないし、自分ではあえて買わない人も多分結構多いんじゃないかなと思います。もらって困るものではないかなっていう、それこそその今使ってるのが終わったらまた使ってもらえると思うし、困らないアイテムなんじゃないかなと思います。プレゼントって本当にその機能面で選ぶのもいいし、もらった時にテンションが上がるようなそういう見た目の可愛さで選ぶっていうのも本当にあの一つ手じゃないかなと私的には思っています。ということで以上が3000円以下のおすすめコスメでした。次ですね、5000円以下のおすすめアイテムを紹介していきます。まず1つ目はこちらです。クラランスのフィックスミストです。こちら、まあ、すごくすごく人気のアイテムですよね。今日使ってないので使っていきます。メイクし終わった後になんかこういう感じであの顔にシュッと吹きかけてメイク崩れを防いでくれるみたいなアイテムです。すごく有名なアイテムなんですけど、ただですねフィックスミストってそれこそまああってもなくてもいいじゃないですか。メイク完成させる上ではなくてもまあいけるみたいなアイテムだから、気になっているし知ってはいるけど、まあ値段もなかなかするし自分では買わないみたいな方が結構多いんじゃないかなと思ってます。ちょっとこうマスク必須の時期になってしまってから需要は高まっているかなという気もするんですけど、やっぱりなかなか持ってる人はいないんじゃないかなと思って選んでみました。すごく機能的にもやっぱりいいっていうのもあるし、見た目がね可愛いんですよ、なんといっても。なのであのプレゼントでもらった時にもすごく嬉しいかなと思ってフィックスミストの中でもこれを選んでます。まあ、人気すぎるのでもしかすると持ってたって可能性もありえます。まあでもプレゼントとして選ぶのであればフィックスミストというジャンル自体はすごく自分では買わないけどもらったら嬉しいっていうツボはついているんじゃないかなって気はしています。じゃあ2つ目のアイテムこちらです。スックのコンフォートリップフルイドフォグです。リップを何かしらのプレゼントにするっていうのは結構まあコスメの中では定番かなと思うんですけど、中でもこのスックのリップ個人的には結構おすすめです。このリップ自体発売されたのが確か去年なんですよ。なので比較的新しいアイテムっていうのも一個ポイントで、すごくいいアイテムなんですけどそんなに持ってる人は少ないんじゃないかなと思っています。でカラーもいろいろあるんですけど、個人的にまあ使いやすそうかなと思うのは4と8。人にはよるけど落ち着きのあるカラーとか、まあ、使いやすそうなカラーなので迷ったらこの2色とかどうかなと思います。ちょっと4番塗ってみます。まあこんな感じの色です。結構ね比較的合わせやすそうではありますよね。リップってもらったらすごく嬉しいと思うんですけど、やっぱりこうマスクが必須になってしまっている今ってちょっとプレゼントしにくいというか、あげてもなかなか使ってもらえないんじゃないかなみたいなところがあると思います。このリップのいいところは乾燥しないけど落ちにくいっていうところが一つポイントです。何回か試してるんですけど、動画ではそんなにベターっとねつくわけじゃないんですよ。今の時期でも割と使ってもらいやすいリップかなと思います。でなおかつ新しいので持っている方も少ないと思うし、プレゼントにはおすすめです。ティントでもなくマットすぎずに落ちにくいリップって少ないので、私的にはねこれ結構いいんじゃないかなと思います。はい、リップ関連のアイテムでもう一つね紹介したアイテムがあります。まあ、ずっと欲しくて狙ってたアイテムっていう感じです。ちょっと買ってきました。こちらブランドはアンプリチュードです。
あえてプレゼント用で今日はお願いしてきたんですけど、可愛いけどなんか清楚で上品な感じがありますね。クリアリップコートです。ご存知でしょうか？簡単で言うとリップの上から塗って、あの口紅落としにくくするっていうアイテムです。発売されたのが8月くらいで、確か12月くらいまでずっと在庫がなかったらしいです。それくらい本当に人気のアイテムです。もらったらめちゃくちゃ嬉しいけど自分では買わないっていうパターンじゃないですかね。これもスポイトみたいになってて、こういう感じ、ちょっとスキンケアにありそうなボトルをしています。ここから指で塗っていきたいと思います。ちなみに今塗ってるのはイヴ・サンローランのルージュ・ウォルプテシャインなので、物はいいんですけどティッシュとかには結構ペタッとついちゃうタイプのリップを塗っています。塗れました。めちゃめちゃ潤い感がある、本当にグロスみたいな感じです。なんかあんまりこううんってやったりとかしない方が良さそうだったのでこのままにしています。やっぱりその上のチュルチュル感がちょっと取れるっていうのと、色も本当に少し取れますけど、何も使わないでティッシュオフした時と比べるともうレベル違うくらい全然取れないです。さっきのスックみたいに特定のリップをカラーをこれがいいかなと思って選んであげるのももちろんすごく素敵だと思うんですけど、上に使う系のアイテムだったらそれこそ色の失敗っていうのはまずないですし、今の時期っていう点で見ると本当にこれ使えるアイテムなので、今回のそのいろいろアイテム紹介していく中でも個人的にめちゃくちゃおすすめのアイテムです。結構普通に自分に欲しいっていう方も多いんじゃないでしょうか。はい、っていう感じでおすすめのアイテムです。次のアイテムはですね、ちょっともしかするとあげる人を選ぶのかなという気はするんですけど、個人的にはおすすめなので選びました。白のカレンデュラアイシャドウリキッドです。私も実際友達にあげたんですけど、もしプレゼントで選ぶとしたら使いやすいなと思うのはこの3番かなと思います。こっちは個人的に好きな4番の方なんですけど、これのいいところはすっごくよれにくいっていうところです。今世の中で主流なアイシャドウってどうしてもパウダータイプかなと思うので、リキッドタイプをちょっと使いにくいっていう風に思っている方も中にはいるのかなっていう不安と、あとなんかちょっとハードルが高い感じはもしかするとあるのかなと思っています。ある程度コスメが好きな方とか、いろいろ集めるの好きそうな方におすすめのアイテムです。ただなんか白っていうブランド自体デパコスなんだけど、こうちょっとナチュラルな印象が個人的にはあるので、メイクがナチュラルそうな子とかにもあげやすいブランドなんじゃないかなと思ったりしています。私的にはすごくおすすめです。あと少し変わり種ですが、これも意外といいんじゃないかなと思ってご紹介します。こちらイプサのアイブロウクリエイティブパレットです。で、眉毛パウダーなんですけど、よく見かける眉毛パウダーに比べるとかなり入ってる色がね多いです。5色入りなんです。で、ブラシも2本入ってます。これはあまり人と被りたくない、被らせたくない方向けのコスメです。眉毛って正直プチプラでももう全然十分かなと思うところもあるので、自分で買う方も意外と少ないかなと思っています。だからこそもらうと嬉しいかなと思って選んでみました。あのピンクとオレンジ入ってたと思うんですけど、あれがあることによって結構眉の印象もピンク味帯びたりとかオレンジっぽくできたりとか、本当に全部色が使えるので、デパコスのアイブロウコスメ感はすごくあります。あんまりね、あれをプレゼントであげるっていう方はいないと思うので、被らないし、コスメ好きの方でも意外と持っていないんじゃないかなと思うのでおすすめです。あとなんかね、プロの方でも結構使ってるって噂を聞いたことがあった気がする。で、今のが一応5000円台の、まあ、コスメ部門だったんですけど、次は5000円の中でもちょっとスキンケア寄りのアイテムを紹介していきます。ファミュのパックです。以前友達が友達にあげてるのを見て、あ、いいなと思ったので紹介していきます。実際私も1枚使ってみたんですけど、その機能的にもすごくいい感じだなと思いました。ファミのパック何枚かこうセットになって5000円くらいの価格で売っているので、値段的にはすごくあのちゃんとしたプレゼントなんですけど、なんかこうパックっていうこと自体が割とこう消耗品でもあるし、重たくないなっていうのは個人的にすごく思ってます。なのでちゃんとしたプレゼントなんだけど、相手に気を使わせずに重たくないアイテムかなと思います。透明感出るやつが多分一番人気なんですけど、今回選んだのがあの顔用のパックと首用のパック2つ付いてるってやつです。その分内容量4枚しか入ってないんですけど、首までできるパックってあんまりないし、よりなんかスペシャルケア感があって自分では買わないかなと思って選んでみました。結構やっぱりね、使っててもなんかこう自分をいたわってる感はすごくあるし、特別な気分になるので女の子は好きかなって思ってます。すごいなんかこう肌自体もめちゃくちゃもちもちになるので使ってみてよかったと思っているし、ただ顔に直接つけるものなので肌が弱
弱い方とか普段からすごく気を使っている方にあげるのであればちょっと注意は必要かもしれません。でもね、これこそ本当に持ってたとしてももらって嬉しいアイテムだと思うから失敗はないんじゃないかなと思います。次、もう一つスキンケアアイテムをご紹介します。こちら RMK のダブルトリートメントオイルです。まあこんな感じなんですけど、これはねもらった時にすごく嬉しかったなという記憶があって今回選びました。お風呂出てから化粧水使う前に使うオイルみたいな感じです。もらったとしても今のスキンケアのラインナップにプラスワンで使ってもらえる、だから使ってもらいやすい、最悪なくてもスキンケアとしては成り立ちそうなので自分では買ってないっていう可能性も高いというのがおすすめなポイントです。スキンケアした最後に使うオイルとかじゃないので別に顔がベタベタになるわけでもないし、使用感に好みは分かれにくいと思います。香りもついてるんですけど結構柑橘系の匂いで、なんかこれに特に好き嫌いはないんじゃないかなと思ってます。その使ってた時が私めちゃくちゃ乾燥がひどくて、肌の冬場とかだったかなと思うんですけど、これ使って別にその化粧水とか他のもの変えてないのにすごい肌は潤い感が続くというか保湿された感じはあったんですよ。だからすごいその使い心地は良かったし、肌もなんかちょっともちもち柔らかくなる感じがあってすごく気に入ってました。使うことによって化粧水がちょっと浸透しやすいようなイメージ、実際どうか分かんないんですけど感じがあって、使ってた時はすごく肌の調子良かったなっていう記憶があります。その後やっぱりいろいろ私もアイテム変えてったので今は使ってないんですけど、ちょっとまた買ってみたのでしばらくまた使ってみようかなと思います。はい、ではここからは1万円以下のおすすめアイテムで紹介していきます。スックのシグニチャーカラーアイズです。これは前職レビュー動画があるのでよかったらそちら見ていただければと思うんですけど、プレゼントであげるとしたらどうだろう、 1,2,3,4 だったら使いやすいんじゃないかなとは思っています。アイシャドウパレットはやっぱりどこのブランドで買っても比較的値段が高くなりがちなのでちょっと高いんですけど、ただもらう側としてはアイシャドウパレットは正直いくつあっても嬉しいと思うので、なんかこう人と被ったからといって、あ、この間もらったんだよなとはならないと思います。個人的にはスックのアイシャドウパレットですね、質感もすごくいいしパッケージの感じとかその配色とかもなんかちょっと使いやすそうな感じはするんですけど、他には絶妙にない色ばかりなので他のアイシャドウパレット持ってたとしてもプレゼントでいただいたらすごく嬉しいはずです。プレゼントにあげるにしては色味が結構ねベーシックっぽいのもいいところですね。まずもらって困ることはないんじゃないかなと思います。ではアイシャドウついでにもう一つプレゼントにおすすめのものを紹介します。こちらトム・フォードのアイシャドウです。じゃん、ずっと実は欲しかったんですけどやっとこれを機に買ってみました。実は使ってみてやっぱりいいなと思って紹介はしているんですけど、今回紹介したくて買ったところもあるのでちょっと自分がもし本当に人にあげるとしたらどうなんだろうっていう目線で選んできました。なのでプレゼント用にも包んでもらったんですけど、これ開ける前はこんな感じでした。もともとトムフォードっていうだけでもかなり高級感あるんですけど、さらにそれを増してくれるようなラッピングの仕方で私もすごくテンションが上がりました。で選んだのは 03A のボディヒートっていうものを選びました。使うと全体的にちょっと赤茶っぽい色に仕上がります。で実は今日ずっと使ってたのもこの 03A です。こんな感じになります。ちょっと赤っぽいんですけど伝わりますかね。近くで見ると結構なんか濃いめのブラウンっぽいんですけど、少し離れると赤みが伝わるかな。もう少し赤み出すことも全然できます。赤っぽいの入ってるんですけどでもしっかりブラウンになるのですごく使いやすいカラーです。トム・フォードのアイシャドウはもらって嬉しくないわけがないと思います。はい、私もコスメが好きと言いつつもそうやっぱりポン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 買えるような値段でもないですし、いくら欲しいなと思っていても1万円かっていうためらいは絶対あると思うので、もらえたら確実に嬉しいと思います。とは言っても私もYouTube 始めるまでとかトム・フォードでアイシャドウがあるっていうことすら知らなかったので、コスメにそこまで詳しくなかったり興味がない方からするとそんなのもあるんだくらいで終わっちゃうかもしれないんですけど、本当にコスメが好きな方とかだったらまず嬉しいと思うので、なかなか高いですけどね、もしそこまでの予算があるという方はぜひ選んでみてもいいと思います。ということでトム・フォードのアイシャドウでした。次ですね、これももうねテンションめちゃくちゃ上がると思う、もらったら。こちらエルメスです。エルメスのじゃーん、皆さんにお見せしたくて戻したんですけど箱の中に、今日オープニングからずっと使ってるリップとあと今塗ってるのもこのエルメスのリップでした。本当はねリボン掛けとかしてあったんで一応それは映像で残しておきましたが、こんな感じになってました。めちゃくちゃ可愛いです。エルメスっていうのをしっかり残しつつさりげなくラッピングしてくれます。まずこの袋でプレゼントって言ってもらう時点でめちゃくちゃ嬉しいですよね。エルメスの何をくれるんだろうってドキドキしちゃうと思うんですけど、リップです。おしゃれな刻印がありつつ、このケースは中なくなったらまた使えるみたいなのでと
といた方がいいっぽいです。カラーはこちらを選びました。21番ってやつ、一番ね可愛いなと思ったのもあるし、あのエルメスの中でも人気って言ってました。色味はピンクベージュっぽい感じですね。こんな色してます。ずっといいなとは思ってたんですけど、自分のために買おうっていうほどなんか出来事もなかったし、買ってなくって、今回動画で紹介するしと思って買ってみたんですけど、リップ自体ももちろんいいんですけど、このエルメスのリップっていうことにも本当に価値があるイメージですかね。今回あの買いに行ってみて思ったのは、やっぱりちょっとそのデパコスカウンターよりも敷居は高いです。エルメスのそのなんだろう、普通にいろいろ売ってる中に入っていくので、ちょっとドキドキするっていうのもあるし、まだお客さんが他にもいたので良かったんですけど、ちょっとね緊張しました。男性のお客さんがいたりとか、やっぱりプレゼントで選んでるんだろうなっていう方何人かいたので、自分で使う予定ももちろんいいんですけど、プレゼントの人気すごく高いんじゃないかなと、その店頭に行ってみても感じました。それこそなんかこう大人としてなんか認めている感があるというか、なんか別に誰にあげてもいいんですけど、やっぱ高校生でエルメスのリップをプレゼントとかってあんまないじゃないですか多分。どっちかっていうとちょっと大人になってからプレゼントするようなイメージがあるので、なんかちゃんとした女性へのプレゼント感はあるんじゃないかなと思います。私ももらったらすごく嬉しいです。高いものあげればいいっていうもんでも全然違うと思うんですけど、すごいなんか特別感はあるような気がするな、個人的には。はい、ということで一応1万円以内で言うと、私のおすすめできそうなアイテムは以上になります。あとまあ番外編で言うと、ちょっとコスメとは違ってくるんですけど、シャンプー系もすごくおすすめです。イソップだったりとかスリーとかからも出てるので、意外とコスメより高くついちゃうんですけど、そういうシャンプートリートメント系もおすすめです。あともっと高くていいとしたら、例えば1人であげるわけじゃなくって複数人であげるとしたら、この間からずっと紹介してるリファのドライヤーとか、あとそれこそヘッドマッサージするやつとか、コロコロとかコスメとかスキンケアじゃなくてグッズ系もすごくいいんじゃないかなと思います。それこそね、あまり自分では買わないと思うので、もらったらきっと嬉しいと思います。ということで本日はプレゼントにおすすめのコスメを価格別にご紹介していきました。いかがでしたでしょうか。結構本気で私は選んだんですけど、皆さんの中でちょっと納得できるものが紹介できていれば嬉しいです。まあね、プレゼントは本当に気持ちなので、何にしてあげたらいいんだろうなっていう、その悩んでいること自体がすごく嬉しいと思うんですけど、でもやっぱりあげるからには喜んでもらいたいと思うので、ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。ちなみに皆さんがもらって嬉しかったアイテムは何かありますか。コメントで教えてください。私も今後の参考にちょっとさせていただきたいです。ということで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。